いらっしゃいませ、ポンちゃんです。本動画においてはちょっとね、初の動画といったところで、オープン間近ということなので、軽く店内動画というか、店内ご紹介ですねの動画撮っていきたいと思います。階段を少し降りたら、こちら入り口のところ、ガラス張りといったところで中が見やすくなっております。もともとバーをしていたとの居抜きとなっておりますので、なかなかおしゃれな感じで落ち着いた雰囲気といったところでございます。いろいろ配置がちょっと決まってなかったり、まだまだ悩んでるところも多かったりします。で、厨房側、僕が立つ側の方のこちら壁のところもガラス張りとなってて、視覚効果なかなか広くなってね、見えるような感じにはなっております。で、自分のね、顔とかがちょっとガラスに映らないようにうまいこと撮影頑張ってるといったところでございます。で、こちらの看板の方ですね、こちらの方またね、いろいろ書き直し中といったところでございます。最終どうなるかなといったところまだ悩んでます。で、こちら入ったところ、反対側のところに扉あるんですが、そちらにお手洗いもちゃんとございますので、ご安心を。という形で、厨房側、僕が立つ側から見た雰囲気の景色、こんな感じでございます。なかなかお客様がこちら立って見る機会ではないと思うので、この機会にちょっと見ていただければといったところで、こちらお酒用のショーケースでございます。今こんな形で入ってるんですけれど、まだまだ追加で入れたいなといったところです。で、このところにはビールを入れる予定です。うちは瓶ビールのみで生ビールは置かない予定です。で、グラスもキンキンに冷えております。現在入手したお酒のラインナップ紹介です。伝酒の特別純米酒、間違いなくうまいやつですね。はい、こちらの賀山流の方も間違いなく美味しいやつですね。で、その隣の磯自慢の本造場タイプやったね、僕本当にこれうまいな思って入れてるやつなんですよね。はい、でキッドの夏の疾風にアイスブレーカー、こちら本当夏酒としてはもう超優秀なやつですね。はい、で口説き上手も横に並んでおります。ちょっとね、力入れすぎたラインナップ感がパない気もしますが、というわけで7月の26日16時半オープン、皆様のご来店お待ちしております。